シェイクスピアカンパニー書店外観2004年地図、シェイクスピアカンパニー書店は、パリごく、セーヌ川左岸にある書店。本の販売だけでなく、1万冊の蔵書を持つ、英語文学専門の図書室も併設している。この書店はまた無一文の若い書き手に宿を貸すことで、知られており、タンブルオイードの愛称で呼ばれるこれらの若者は、毎日数時間、 店の手伝いをすることで食いぶちを得ている。現在の書店は第二次世界大戦期まで存在した店の名を襲名した二代目にあたる。初代のシェイクスピアカンパニーはニュージャージーから移住してきたアメリカ人女性シルビアビーチによって1919 19年に開かれた。場所は当初はデュプイトラン通り八番地で、 1921年5月にオデオン通り12番地に移り、以後1941年の閉店までこの場所にあった。この店は書店であると同時に貸し出しの可能な図書室としても機能しており、扱われる書物はビーチ自身の干渉岩を反映した洗練されたものであった。シルビア・ビーチが店主を務めた初代シェイクスピアカンパニーは、 第二次大戦期まで、パリにおける、英米文学とモダニズム文学の中心地であり、アーネスト・ヘミングウェイ、エズラ・パウンド、スコット・フィッツ・ジェラルド、ガートルード・スタイン、ジョージ・アン・タイル、マンレー、そしてジェームズ・ジョイスなどがこの書店で、多くの時を過ごした。シェイクスピア・カンパニーは、ヘミングウェイの移動祝祭日で、店の常連たちと共に繰り返し言及されている。 この店の愛骨者は D.H. ローレンスのチャタレープ人の恋人のように英米で発金になった書物も手に入れることができた。シルビアビーチのシェイクスピアカンパニーは1922年アメリカ合衆国とイギリスで発金処分を受けていたジョイスのユリシーズの最初の出版元となり以降のユリシーズの続刊は シェイクスピアカンパニーのインプリントのもとに出版された。オデオン通りのシェイクスピアカンパニーは1941年12月第二次世界大戦中の数軸国によるフランス占領のために閉店した。ショーウィンドウに展示してあったジョイスのフィネガンズウェイクを買いたいというドイツ人将校の申し出を断ったことがその原因となった。この本は シルビアビーチが所有する最後の一冊であった。オデオン通りにあった、この店は、以降二度と再開することはなかった。1951年、アメリカ人のジョージ・ウィットマンによって、もう一つの英語書籍の専門店がまず、レミストラルという店名で開かれた。初代のシェイクスピアカンパニーと同様に、この店もまた、 パリサガンのボヘミアンたちの文学活動の中心地となり、1950年代にはアレン・ギンスバーグ、グレゴリー・コルソ、ウィリアム・バローズといったビート・ジェネレーションの作家たちの拠点となった。1962年のシルビア・ビーチの死に際して、この店はシェイクスピア・カンパニーを襲名した。店はサン・ミシェル広場やノートルダム寺院にほど近いビューシュリー。 通り37番地に位置しており、建物はもともと16世紀に修道院として建てられたものであった。当時の店主ウィットマンは、この書店を書店に見せかけた社会主義者のユートピアと表現しており、常連の中にはヘンリー・ミラーなどもいた。この店にはまた13機のベッドを備えた宿泊施設があり、ウィットマンはこれまでに4万人もの人物がここで、 寝泊まりしたと語っている。現在は、ジョージ・ウィットマンの娘シルビア・ウィットマンが店を切り盛り、しており、父に習って若い作家へ、仕事と生活場所を提供している。店内では、日曜の茶会や、死の朗読、作家の会合などが常時開かれているほか、2年に1度文学、フェスティバル、フェスティバル &CO を開催し、ポール・オースター、ジャネット・ウィンターソン、ユン・チアン、 マルジャン・サトラピなどの作家がそのホストを務めている、シェイクスピアカンパニー書店、店内風景客中。ありがとうございます。